リュートを引く天使は、ロッソ・フィオレンティーノの油彩の遺体で、1521年と記されており、フィレンツェのウフィチ美術館が所蔵している。作品には、ラテン語で、ルービウス・フローランティーヌズと署名があり、1521と、不確かながら読み取れる年次が記されている。日本語では、リュートを引く天使のほか、リュートを奏する天使、リュートを奏でる天使、 総額の天使などと称されることがある。イタリア語の名称である、プットチェスオーナーは、奏でるプットアンジー・アリーのミューザ・キャンティは、音楽する商店使といった意味である。この絵は、1605年6月29日に、ウフィスのトリブーナに収蔵され、ロッソ・フィオレンティーノの作品とされたが、その後、1635年から1638年、1704年、 1753年の所蔵目録ではドメニコ別カ風味の作とされ、1784年からはフランチェスコ版に作とされた後、1825年以降は再びロッソ作とされるようになった。この作品は長い間単独の作品であると考えられていたが、2000年の修復の際に赤外文工法によってこの作品がより大きな、 作品の一部を成す断片であったことが判明した。暗く塗りつぶされた背景の下地には、階段の途中に座る天使が描かれた痕跡があり、おそらくそれは、聖母子の玉座の足元に位置していたものと思われる。画面の右下には、部分的にかすれた、ロッソの署名と年次が発見された。画家は、フロラン、イニスと署名しており、画家が故郷を離れて、旅に出ていた途中、 おそらくボルテラで描かれた可能性が高いことが、過労じて読み取れる1521年の年次から判断される。画面には、翼を持つ子供が自分の背丈よりも大きいほどの楽器リュートにもたれかかるように描かれており、愛情に満ちた決意と完全な集中心を持って引こうとしている様が描かれている。翼や頬、鼻の先端には赤が配色され、 顔色や翼の羽根では半音階のオーケストレーションのように冷たい色調と交互に組み合わされており楽器の木の質感はぬくもりを感じさせる。癖髪の巻毛は画家の伝統にとらわれない自在な表現を見て取ることができる。特に素晴らしいのは例えば影の側に当たる左の翼に一筆の長い白線を入れることで輪郭を明瞭にする自在な照明効果である。 アシャーノにあるフランチェスコ・バンニ作の祭壇画1600年頃画面下部にルートを持つ天使が書き込まれている。この作品をオリジナルとして後から引用した作例に1600年頃アシャーノの聖夜型共同教会にフランチェスコ・バンニが描いた祭壇画があり、そこには同じ姿勢の天使が書き込まれている。ありがとうございます。